皆様こんにちは。本日は鉄道の町大宮鉄道ふれあい館にご来場いただき誠にありがとうございます。これより第2回目の車内点検を始めさせていただきます。最初の回でもご案内いたしましたが、今年は運用を終えた廃車車両を使用するため、例年最終日前後に行われた廃線組み付け作業の実践はございませんので、あらかじめご了承ください。それでは早速作業を行いたいと思います。まずクレーンと車体を吊り上げるための専用の金具を取り付け、車体に取り付けてまいります。それではお願いします。クレーンがゆっくり降下しまして、まもなく専用の金具と接続します。車体上げ作業は、皆様の頭上にあります電動クレーンと車体吊り上げ用の専用金具を用いまして、ゲームセンターのクレーンゲームの要領で車体を挟み込んで持ち上げます。この電動クレーンは、1個で最大4キロの重さの重さを持つことができます。また積み上げに使います専用金具は本型積み金具と呼ばれ、こちらは本体重量が1150キロ、重たい車体を積むため左右についております金属製のワイヤーは直径が 4.5 センチになります。また車体を積み上げる際に使う両端と呼ばれる金属の金具は1個で29キロの重量があります。車体上げ作業はそれぞれのクレーンを操作するクレーン操縦車内で、また吊り金具を支える作業員が2名ずつで作業を行います。この後、クレーン操縦者は、ゲート左右の直径になっているか、クレーンの微調整を行います。また、ハンマーを持った作業員は、金具の両端が正しく車体に垂直に差し込まれているか確認するための段階にも行っています。Thank you.
車体を通じて完了いたしました。このように車体を通じた後、一旦皆様のおられます通行用車体を乗せた後に南北方向に車体の移動線を行っています。それでは車体の方を開けていきたいと思います。それではお願いします。
朝礼の会計による旅客列車保有の1000万台と区別のため、新たに1000万の数字が付与され、
車体が移動作業を終え、台車の仕掛けに戻ってまいりました。これより車体を台車の上に戻す車体乗せ作業に移ります。それではお願いします。これから先ほど行いました車内上げとは逆に、中心ピンと台車枠が当たらないよう、作業者がバールを使って台車の位置を微調整しながら車体を下へと下げてまいります。車体が再びゆっくりと降下を始めました。作業者が中心ピンと台車枠の位置関係を確認しながら慎重に下ろしてまいります。
事、車体が台車通りに戻りました。この後、大型積み金具を車体から取り外しまして、クレーンが車体より移動してまいります。最後にクレーンの大型つり金具を分離しまして作業の方が終了となります。以上をもちまして車体移動時点の方を終了させていただきます。ではこの後14時30分に最後の車体移動時点を行われます。引き続き鉄道の街大宮鉄道名古屋をどうぞお楽しみください。最後までご覧ください。